はい、どうもセリカです。今回はちょっといろいろあるんですけど、まずはスキンショップのウサギスキンを受け取りたいと思います。これねちょっと私多分1日ぐらいやるの忘れてたというか忘れてしまっていて、多分もう受け取ってらっしゃる方も多いと思うんですけど、1日1回を7回なので7日間動画視聴を4体をするともらえるっていうことですよね。受け取っていきたいと思います。やっとだよ、忘れてた本当にスキンチェンジ解放2体でいいっていうことですね。1体は過去のチャレンジで持っていたので、2体目は動画視聴7回でもらえる。まあ7回というか7日毎日ちゃんとやっとかないともらえない。まだ日にちありますからね、もしお忘れの方はタダでもらえますんでね、っていう感じで。これスキンショップびっくりマークとかまだありますよっていうのがついててくれると忘れないんですけど忘れてしまいまして、はい、ということでキラキラ4体ともゲットいたしました。キラキラになるだけですよね。はい。ということで、危なかったゲットできましたということでございます。おー、来た来た来た、多分ね、1ヶ月に1回くらい来るんですよ。なんか。ありがとうございます。運気が上がってきてるような気分が出ますので、すごくありがたい。ありがとうございます。ですよ。で、私、本当にしばらく気づかなかったんですけど、夏休みイベント、チャレンジが、来てたんですね。来てまして、項目がね、結構ありました。10項目ぐらいですね。すべてのチャレンジをクリアが10個で、青銭5000枚がもらえるっていうことで、で、表に出てた項目はね、多分5、6個とかだったんですけど、項目が10個あるってことは、裏に隠れてる、こう、やらなきゃいけないチャレンジがあるっていうことで、ちょっとだけ進めてたんですけど、まあ、中心で止めるゲームをするは5と10と15。あって、宝箱を開けるが20と50。これは確認できまして、あとは青逃げをするっていうのが、なんかね、私ゲージ増えないんですけど、これ。5とね、多分10があるような気がします。で、青蹴りに触らずとロッカーも使わず青逃げをするが、5ずつかな。これで多分10項目。もしくはローラースケートが20と、あともう1個、あるのかなという感じでございまして、10項目を、5日ぐらいでやらないといけない。という感じです。まランダムマッチ50とかフレンドマッチ50とかではないので、まあ、遊んでればクリアできちゃうかなという感じなんですけど。はい、という感じで夏休みチャレンジも来てますよということで、もしご存知ない方がいらっしゃいましたら、確認をしてみてください。で、さらに、今日いっぱいありますよ。さらに、青パスなんですけど、私ね、今月は買わないつもりでいたんです。断固として買わないつもりだったんですけど、結局ね、買いました。スキンショップ出てから、青パスの方がなんかお得な気がして、610円だったと思うんですけど、青銭がね、2万枚、プラスでもらえる、2万枚ぐらいですね、もらえるのと、まあ、ウイルスいくつかと、青玉とスキン、メカタイガーでしたね、今回、がもらえたので、もう思わず課金しました。スタバ一回我慢して、と思って買いまして、どこだったかな？あ、これだ！これ、キンキラになりました。3体で。本当はこっちなんですよね。こっちなのが3体で、キンキラになりまして。これね、一回なんかですれ違った時にランダムマッチで、すごかったんですよ。なんか、大きかったんですよね。なので、ちょっとこれも面白そうなので、ちょっと一回セッティングして使ってみますか。キンキラでいきますか。すごいね、これ。すごそう。うおー！メカタイガー、すごいね。青パスもメカできますし、青旗もメカ系が来るんで、なんだろう、不思議。メカあんまり、そんなに得意でもないんですけど、メカ系が増えてっちゃう感じがしますんで、ちょっと青パスね、また可愛らしいので、お願いしたいなと思います。で、青旗が、ドデカは昨日やったでしょ？で、青旗が、やりますか？一応1000本溜まったんで、まだね、レッドシーラ出てないんですよね。黒が2体で、青が1体かな？で、赤が0体っていう感じで、まだまだね、旗も集めきれてないんですけど、いきますか？とりあえずこれも今日、うわ！来た！来た！よかった！ちょっとこのワードは可愛いかもしれない。見かけによらず。いや、これシーラも大きかったですよね。昨日ランダムマッチやってた時に、ワニとシーラと多分、もしかしたらシーラの方が大きいんじゃないかぐらいの感じでしたね。よかった。とりあえずは3体は揃って、キラキラにはまだ1体もなってませんけども、あとは引き続き旗を貯めて、デカキンさん相手チームのスキンのキラキラも、まあ狙えるかな。ちょっと時間的に厳しいかもしれないんですけど。やっていこうと思います。まあ、あっという間になくなるね、青旗。本当に、貯めるの大変ですよ。前よりはね、ドデカ旗があるんで、貯めやすいんですけど、プレゼントボックスとかなくても。で、青旗10もまあまあ出るし、
あーあと50年出るかな。まあ1体ぐらいキラキラにおなってもいいかなと思うんですけど、これは青旗がキラキラになった人はもうね、ちょっと青銭に変えれるぐらいなシステムがないと。今星さんいましたね。ちょっとね、もう最後の方やる気、集める気なくなりますよね、到達しちゃったら。なんですけど今回は3万本っていう青旗の目標が、一番マックスの目標が3万本だったんで、まあそれが期間内で狙えるのがかなり難しい項目にはなってきてるのかなという感じ。ラスト10連どうだ、出ません、ひどいね。まあ1000本で1体かどんな確率。まあとりあえずはキラキラには1回もなってないですけど、3対1を揃いましたというところで、ここで1回終わりにしてまた集めたいと思います。7月30日までですね。まだまだか、まだ4000本ぐらい、はい、頑張っていきたいと思います。はい、行きます。いや、なんか結構みんなき、おー大きいなこれ、やっぱりすごっ背も高い、すごい、おー、なんかグニグニしてる。なになになにこれ、肩が肩が入ってる、グニグニしてるよ、すごい歩き方、なんか重そうな感じ、わかります、この肩が入ってるグニグニ動いてる、すごいな、この動き初めてかな、すごいすごい。え、ドデカバタどこですか、もう取られちゃったのかな、すごいあ、ちょっと待って、いやね、課金しないつもりだったんですよ。これが青パスのあれですね、月末ギリギリまで買えちゃう、おっ月末ギリギリまで買えちゃうし、え、ここ危険だな、ここ通れないじゃん、上にいた方がいいかな、そう、ちょうどなんて旗が、じゃ宝箱がマックスまで開いてたらもうギリギリでも買えちゃうっていうこのシステムですよね。一気に報酬もらえちゃうんで、危ない、いや動きすごいな、ちょっともうメカ以外のが出てくれると大変嬉しいんですけど、やばいな、もらえない旗が、あと一踏みぐらいじゃない、もう消えちゃったかな、いやまだ出現中、いけ、息ができない、 OK、ガスマスク出ないいや今回旗優先でね、来たよウイルス、久しぶりに、まあ80に無理ですけどね、運良かったらヒカキンさん鬼になれるので、ちょっとこれ一回やってみたいと思います。来ました来ました、やった、また来た、ヒカキンさんステージ結構来ますね、やった、これなら30人でいけるはず、30人30人いけるでしょ、よし、ありがとうございます。しかもボット部屋ですね、これめちゃくちゃいい感じ、よし行きますよ、スキンは何か何がもらえるか、よし行ける、いけるいける、このステージ広いですからね、まあまあどうやっていこうかな、あー間に合わない、こっちか、あ、いる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 、いけるかなこの辺でめちゃめちゃいるよ、あれ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 動きが早い早い、いや無理だな、待って待って、結構隙間を狙ってくるね、よいしょ、ちょ、一応あと3人でいける、これは多分大丈夫、こう死んでる、死んでた、 OK OK、 30人はいった、アホ切り早いね、あとこっち、え、あと17人どこどこですか、ちょっと青鬼より先行きたいな、あ、ちょっと先行かして、オッケー、ここにいるかな誰か、あと5人、あれ出てきた、よしと、え、いたいたいた、入ったどうしよう、あと1人、よし、オッケー、30人超えた、いや、これはラッキーでしたね。ありがとうございます。なんだスキンはあいやー、持ってるわー。赤鬼が良かったな。赤鬼私多分まだ持ってない。ですね。ありがとうございます。鬼滅の刃に出てきそうな。
お人でしたけど、はい、ありがとうございます。ということで今回いろいろやりましたけど、うさぎのスキンショップでうさぎの動画視聴でまだゲットできますよというのと、夏休みチャレンジが来てるっていうのと、まあ青パスを結局買いましたということとウイルス感染やりましたので、今日ちょっと盛りだくさんですが、こんな感じでまだ夏休みこれからですよね。またなんかもしかしたらイベント来るかもしれないんですけど、また引き続きやっていこうと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てください。それではまた、バイバーイ。